このレッスンではフートスイートを使ってリンクのクリック数をチェックする方法についてお伝えします。で、このリンクのクリックをチェックするにはですね、あらかじめ掲載するリンクをですね、ちょっと触っておく、編集しておく必要があります。そこの手順からまずやりますね。はい。で、まず、いつも通りにこの一番上のメッセージを作成というところ、こちらをクリックして投稿を押します。 新しい記事を公開しましたと。まあ、ブログとかですね、サイトを更新した時なんかに、まあ、こういう風に打つかなと思うんですけども。で、普通だったらですね、ここにリンクを持ってきて、ここにペタッと貼り付けるかなと思うんですけども、これではカウントができません。なので、一回これ消しますね、リンク。はい。で、このリンクを追加と下にあります。ここに URL を貼り付けます。 で、さらにこの URL 短縮、こちらをクリックします。はい。そうすると、今のですね、もともとのリンクが、この短縮 URL に変わってですね、ここに表示されているという形になります。この URL に変えておくことによって、後でリンクをカウントできるということになります。で、このまま送信をクリックします。はい。で、これでもそのまま投稿されたんですけども、 後でですね、このリンクのクリック数をカウント確認したいときは、左側にですね、えー、いろいろこのメニューが並んでるんですけれども、ここから解析、こちらを選びます。クリックします。はい。で、この、またメニューがいろいろ並ぶんですが、この中から URL クリック数、こちらをクリックします。はい。で、ここでですね、えー、またこの右側、矢印をクリックして、えー、今運用しているアカウントを選択。 します。で、ここに新しい記事を公開しましたとで、短縮したリンクですね、がこちらに表示されますので、このリンクをクリックします。じゃあ、こちらにですね、そのリンクがそのままコピーされて出てきますので、適用をクリックします。はい。で、下にですね、このクリックステータスということで表示されるんですけども、今はまだ投稿したばかりなので、数字は入ってませんが、 ここでですね、投稿してから時間が経過するとですね、クリックの数が出てくるという形になります。で、投稿してすぐにクリックがたくさんあったのか、えしばらくしてからもまたそのクリックの数っていうのを継続するのかなどもですね、こちらで確認ができますので、えこれ、フードスイート、うん、使う場合はですね、ぜひぜひこの短縮 URL を使って、クリック数のカウントを確認してください。 はい。このレッスンではフートスイートでクリック数の確認をする手順についてお伝えさせていただきました。